まして、入院というかね、手術をする予定で行ったんですけども、レントゲンを取った結果、怪我から事故から3日しか経ってないんですけども、手術の必要なしというか治療の必要なしというふうなオピニオンが出まして、まあ要するに普段の体調に戻ったよということでございます。通常1ヶ月完治までにかかるはずなんですけどもね、ファーストオピニオンではそのように出たんですけども、3日目になりまして、私あさって整形外科の先生がいないからあさって来てって言われて今日来たんですよ。でしっかりと2時間ほど待ちましてね、で行ってみたら、これはどこが悪いのかも分かんないぐらいですよということで、レントゲン見てもここわずかに出てますねみたいなねレベルになってました。で私もですね、なんかこう朝起きて病院に行くまでの間にみるみる治ってるなって実感があったんですよね。まあ驚くべき自らの回復力にね、まあ感嘆するばかりですけども、皆様の励ましとかね、あとこうエネルギーが私に集中してこれほど早い回復を見せたのかなと思います。もちろんね、重いものを持ったりとか細かい作業を長時間するってことはまだできないと思いますんで、しばらくは大事を取ってね、あと1日くらいは安静にしてこのサポーターをねつけてしっかりと肩を押さえていこうと思います。皆さんもね、周りの人に聞いてもらいたいんですけども、骨折に近い脱臼でタイプ3ってやつなんですよ。これで3日で治る人はいますかってこと聞いてみてください。まあ奇跡のね体なのかなと思ってしまいます。これも皆さんのおかげでございます。はい、それでね、例のやつのちょっとご案内をさせていただきます。今日も水曜日ですんで入金がないよっていうふうにね、ご不安をね駆られてる方いると思います。なんて言いますかね、2つぐらい今日はお話ししましょうか。まずは会社からお詫びと予定変更の予定表が出てますから、今日なくてもね18日、25日がありますんで、25日にもなかったらご不安の声を上げてください。Facebook でもそうですし、私日々の更新情報でもお伝えしますけども、入金が遅れた人が入金あったよって連絡私もしてるじゃないですか。だからみるみるね改善してるわけなんですよ。でこの他ね、なんと言いますかね、これはもう一個言いたいことなんですけども、自分で誰かを紹介出しといて、その紹介を受けた方がね、入金ないんですけど不安になった時に自分までね一緒になってどうしたんだろうとかね、 J コスメ大丈夫かなっていう風になってませんか。そういう時に紹介を出したあなたが責任を持ってね、自分が紹介を出したそのダウンラインの人をどのようにね安心させるかっていうのが問われてるわけですよ。何でもかんでも J コスメに電話してみようかしら、久保さんに聞いてみようかしらじゃないんですよ。そこぐらいはちょっと責任使いましょう。人を紹介出してるわけですから、相当なことを言ってね紹介出したと思うんですよ。でそこまで責任持ったのにちょっとね予定が狂ったらどうしたんだろうみたいな感じで狼狽してしまえば、それはね自分のダウンラインの方は会社にではなくてあなたに信頼を失いますよ。危なくなったらすぐに人のせいにしたりとか、一緒に攻撃、会社を攻撃したりとかする、そういう精神では絶対ダメですよ。まあ任しときなさいと、いざとなったら私が弁償しますぐらいのこと言わないとダメですよ。そのぐらいの気持ちで人にお金出させてるわけですからね。でそういう意識がねあまりにもないんではないかなと思うんですよ。紹介が出せればいいとかね、その人が儲かればいいみたいな気持ち分かるんですけども、そうならなかったらどうするってことちゃんと伝えてますかってことですよ。あなたは余剰資金でやってますかということね。いきなりなんか100万とか200万っていうのをやらして大丈夫だから大丈夫だからってなってませんか。絶対ダメですよそんなの。まずは一口からと私も言ってるでしょ。一口からやってみて、しばらく何ヶ月かやってみて、作業を覚えたり様子を見たらいかがですかってこと、これはね1000人中1000人に言ってると思いますよ。余剰資金でやること、余剰資金は10秒後になくなってもいいお金でやること、それを伝えていたらダウンラインの方が100万円とか入れないと思うんですよね。だからそれをダウンラインの方がね、いきなり30万とか50万とか100万入れてしまえば、それは紹介者の責任ですからね。そのお金を出させたっていう、普段1000円の弁当、2000円の弁当を買わない人に100万円とか200万円出させる、その責任を感じないといけないんですよ。だから止めないといけないんですよね。それはやりすぎだよと。例のやつという会社といえども中小企業だよと。絶対はないんだよと。潰れることもあるんだよと。そしてその会社の取引先の危険もあるんだよと。大丈夫って、それなくなっても人を恨まない、うろたえないですかと。ちゃんと自分で決めてますか。自分なりにこれはいくらぐらいだったら自分の限界値かなというふうにやってますかと。私が普段送ってる余剰資金とかね、それからいつまでにいくら稼ぎたいかとか、それからいくらまでだったらお金出せるのかとか、どこまでの損だったら許容できるのかってことをちゃんと伝えて紹介出してますか。で紹介者のほらペーパー書くじゃないですか、そこに自分の判断でやりましたみたいな項目があるじゃないですか。それちゃんと読んでもらってます
ね、そういうところをちゃんとやって紹介が出ればいいやじゃないんですよ。紹介を出したことに責任がつきまとります。どんな責任かというと、何かトラブルが起きた時に自分でその人たちにね、どのように納得いく説明ができるか、自分がですよ、自分がですよ、自分がですよ。会社のレポートこれですっていうふうに会社の情報を待つんではなくて、自分でちゃんと説明できるかどうかですよ。そこをね、やっぱり勘違いしてるんじゃないかなと思います。すぐに誰かのせい、人のせいとかね、誰かを頼ろうとか依存しちゃってるわけなんですよね。そういうのでは永遠にお金持ちになれません。お金をね、だから今朝も言いましたけど、舐めてるわけなんですよ、それは。厳しいこと言いますけども、これはね、愛情込めて、そして速稼塾のカリキュラムだと思って聞いていただきたいんですけども、お金に対してはね、責任を持たないといけないですよ。特に人のお金出させてるわけですから、こけたら自分が払うぐらいのことを考えてます？それ言えますかってことなんですよ。で、人がどのぐらいのお金が余剰資金として使えるのかってこともちゃんと認識してますかってことなんですよ。そんな人に何百万とか出させておいて紹介報酬もらうわけじゃないですか。で、そこにやっぱりね、責任感じないといけないですよね。で、危なくなったらどうするってことも考えないといけないですよ。で、私はね、今まで、もっともっとね、伝わってなかったと思いました。厳しく言ったつもりだったんですけども、右から左に抜けてるんだと思います。だからね、いろんなところでこけてるんだと思うんですよ。はい、お金についてね、ゆみさん、無責任な人は多いですよ。だから、こういう経験を通じて責任の持ち方っていうのを一つずつ覚えていきましょう。千人中千人がね、一気にこの件でドーンとね、良くなるとも思いませんし、一部の人は恐怖とか不信を感じて離れると思うんですよ。私からも離れるかもしれません。それはそれでいいんですよ。それでいいんですよ。ただ、やっぱりね、自分の意思で決めたってことを忘れちゃダメですよ。これはね、私別にあなたの責任ですよって言うつもりはないんですけども、私はどういうふうにお金に向かって取り組むべきかってことはしつこくやってきたんですよ。その上で50万いきましょう、100万いきましょうって話は全くしてないですからね。10円ベッドって話何回もしてきたじゃないですか。 FX に志すものですら、私は最初はもう口座作らなくていいから暗記しましょうとかね、ベッドしても10円でやりましょうとか、こんなことを繰り返していってきて、で、余剰資金でやりましょうってことを繰り返してるわけですよ。なのにやっぱり自分の判断で余剰資金でもないものを投げたりとかね、自分の紹介者に対して余剰資金でないと認識しながらやらせてみたりとかっていうのを放置しておいて、やっぱりね、それはないと思いますよ。そこはこれからも覚えておいてもらいたいと思うんですよ。で、カスタマーサポートの件ですけども、今日私なりにこれをお伝えします。カスタマーサポートに電話することは今日から解禁です。今まではカスタマーサポートじゃなくて私に連絡してくださいと、私に連絡してくれたら私が対処しますと言ってきましたけども、もう沈静化したんで、あとはね、カスタマーサポートに皆さん電話していいですよ。もういいですよ。電話が混むとか混まないとか、もう今までずっと心配だったんですけども、だいぶ解消されたんで、もうあとはね、自分の責任でカスタマーサポートに電話かけるなり、私社員さんの電話番号だって毎月出してるじゃないですか、事業説明会の案内に。そこにかけてください。で、私ができることはもうやりました。毎日やってきました。この2ヶ月やってきました。これでももっとやれって言うんだったら、私はもうね、シリアコスメの、例のやつの社員になるしかないんですよ。でもやりませんからね。会社の中の人間になってしまうと、私は今度言えないことも出てくるんですよ。ね、守秘義務っての。今は会社の外の人間ですから、言えないことも聞いた後、どんどん言ってますけども。よろしいですかね、そういうことで。やっぱり自分の力量に合ったことをやらないといけないんですよ。一気に金持ちになろうとかね。私ですらお金持ちになるのに何年もかけてるんですよ。それをすっ飛ばして私が実現してるいいとこだけを目指しても、それは大こけしますんで、ね、農家の方が野菜を育てるみたいに、まずは畑を耕して種を植えてね、で、水をやったりとか、カンカン照りから守ったりとかね、本当にそれをずっとちょっとずつ育てるわけですよ。で、千里の道も一歩からじゃないですけども、本当にね、3年かけてやっと刈り取るみたいな気持ちでやんないと、なんで自分だけね、いわゆる成功者とか、富豪になった人の努力をすっ飛ばして、もう一気にそんな勝負をかけちゃうんですかってことですよね。だからそういう根性だからね、今までお金を失ってきたんじゃないですかということを今日のお昼の放送にして終わらせていただきます。もうあんまりね、こういうね、厳しいことはね、連発して言いたくないんですけども、結局言ってますね。カリキュラムだと思って聞いてください。それからですね、この例のやつなんですけども、来月から完全に、元通りになりますけども、私はね、もう、今回不安に思った方は全員辞めてほしいと思います。そんなにね、振り切れてないんだったら。で、なくなることを覚悟してやってないってことなんですよ、それは。もうなんかそういうのではね、やんない方がいいです。農家の方もね、一生懸命野菜育ってきても、台風とかね、不作とかで全滅することあるんですよ。それと同じことですよ、ビジネスは。競技が違うだけで。
ね、まあ、ユミさんとか農家してますけども、作物全滅でね、出荷できませんみたいな時は、やっぱり出荷できないんで、それは大変な思いされると思いますよ。でも、出荷できないからって言って、農業を教えてくれた人をね、恨まないですよね。JA を恨まないですよね。空に向かって地球この野郎とか怒んないじゃないですか。それはやっぱり自分で決めて、自分で、取り組んだことだから、世界中のね、75億人いる人の誰も責められないってことですよ。だからね、私はその皆さんのせいですよってことは自己責任論を押し付けるつもりは全くないですけども、だからその代わりにどのようなこう気持ちで取り組むべきかってことはね、お伝えしてますよ ね。余剰資金でやることが繰り返しになりますけども、結局ね、余剰資金でやってないんですよ。ダメですよ、余剰資金コツコツ作んないと。もしくは例のやつで資金がぶっ飛んでも、毎日毎日自分のお金を作るスキルを身につけてくださいってことです。例のやつに関しましては、1年以上やってた人が例のやつ以外に稼げる方法を作ってこなかったっていうのは、これ怠慢だと思いますからね。もうね、昔だったら即破門ですよ、そういう人間は。まあ、いろんなね、体験を繰り返して、いろんなことで自分のことを振り返って、気づき上げていただければいいかと思います。今回もすごくいい経験だと思いますし、自分が何を信じるかとかね、どれだけ自分が腹が据わってないかってことをよく見えたと思いますんで、今後の人生に生かしていただければ幸いでございます。それではね、矢の鋭い矢のような言葉ばかりを使いましたけども、またいつものね、明るくて元気な久保哲郎でやらせていただきます。ね、本当にもう一回話戻りますけども、体ほとんど治りました、おかげさまで。まあね、妙なことになっちゃいけないので、無茶はいきなりしないですけども、日常生活はお箸も持てますしね、でなんか食欲もすごいありますしね、それから腕もう全然なんですかね、脱臼恐るに足らずですね。全然ですね、もう3日で治る脱臼ね、なんかなんとかかんとかっていう複雑な脱臼だったんですけども、脱臼のタイプ3です。タイプ3になりました。ありがとうございます。それではまた皆さんと一緒に楽しんでいきましょう。ありがとうございます、ゆみさん。